なんかね、交差点が2個あるんだけど、手前は違って、もう一個奥の信号を右折すると七重浜駅なんですよ。ここまたね、複雑ですよね。商店街が形成されています。新金もあります。なんとなくね、苫小牧の沼の端にちょっと近いかなっていう気もしないでもないですね。それでこれが七重浜駅の駅前ということになりますが、あとは駐車スペースですね。ここになんかね、住民センターなる公共の施設があるんで、ここはね、多分車止めても、ね、大丈夫だと思います、ね、多分駅の駐車場も兼ねてるんだと思います。そしたらここに車を止めて現地調査の方を行っていきましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。イサリビー鉄道七重浜駅の駅前にやってきました。ここはですね、無人の教場駅だそうです。なんだろう、上の方にですね、なんか高校生みたいなのがいる。ここはまあさっきの EH800 が通る関係もあってですね、交流電化されています。駅舎でしょうか。自動販売機完備。なんだこれ、冠水だ。これ函館水産高校とかそんな感じなのか。ストーブ完備、ベンチ多数。こっちが函館方面ということになります。一応ホームの方降りていきますか。お、自動券売機完備、タッチパネル式ですね。素晴らしい。そしたら反対側のですね、方に降りていきましょう。純然たる住宅街、学園都市線を思い出すようなそういう住宅街になっています。こんな感じですね、反対側から見た七重浜駅。
これだけ街があればそれなりに利用者も多いと。はい、結構利用者が多いのに加えてこの古戦況自体が自由連絡通話になっている感じです。まあそれでもホームも広いしですね、土台は鉄、黄色い線が引いてあって、長さは一応2両対応ですかね、2両編成まで対応しています。まあローカル鉄道の、まあ、都市近郊の駅といった感じの趣ですね。駅前にはね郵便局があります。これだけ駅と郵便局が隣接してるっていうのも珍しいですね。僕車止めるときに隣のなんか公民館的なやつとですね、このガラガラの郵便局の駐車場はどっちに